こんばんは。音聞こえますか？音聞こえる？なんかコラボにすると音小さくなるんだよな。カニパン、音聞こえる？声。あと俺の声と BGM 聞こえる？なんかね、コラボにすると音が小さくなるんだよね。聞こえてたら教えて。声。チー、こんばんは。いらっしゃい。音聞こえてたら教えてください。音聞こえてる？聞こえる？カルシウムいらっしゃい、ワドツー。コラボトツマチです。普通に聞こえる？音小さくない？なんかメーターがすごい小さいんだよね。ワイリーワドツー。タクミさんワドツー。ウサギ先輩いらっしゃい。大丈夫？全般的に聞こえる？あ、聞こえてる？なんだろうね。メーターがすごい小さいんだよね。21名さんいらっしゃい。楽しんでってください。あ、聞こえてるんだ。あ、じゃあいいね。うん。いいじゃん、いいじゃん。はい、こんばんは。たかやんさんいらっしゃい。楽しんでってください。珍しくコラボとつまちでやります。はい、ワド2、ゆきんこさん。いらっしゃい。楽しんでってください。ワドです。はい、ワド2、マリアいらっしゃい。別にリスナーさんからでも全然いいから。うん。レンちゃんいらっしゃい。楽しんでって。リスナーさんでも誰でもコラボ OK ですんで。もしワドと喋ってみたい人、なんか意見がある人、意見交換したい人、ぜひぜひ上がってきてください。楽しんでいきましょう。だ、画質が悪くなるんだよね、コラボだとね。コラボは画質が悪くなる。まあ、しょうがないよね。6人まで上がれるから。これはしょうがないけど、仕様だから。アラルちゃん、おう、いらっしゃい、アラルちゃん。こんばんは。楽しんでって。ツイキャスだとさ、画面にさ、誰々から申請ありました、ポーンって出るんだけど、なんか、ふわっちはね、申請のリクエストがね、来るのがなかなか分かりづらいんだよね。緊張してコラボする勇気がない、チキンの私。別に普通だよ。ただ喋るだけだもん。八作さんいらっしゃい、ワドツー、楽しんでってね。まったりだよ。めっちゃいい声してる。あのね、機材がいいからだね。ミキサー入れてるんですよ、僕。こういうステレオミキサーを買って、音、パソコンの外に逃がしてるんですよ、音。だからね、ノイズが少ないんですよ、僕の放送は。風船ありがとう。ミンミン風船ありがとうね。声がいいんじゃなくて、マイクがいい。マイクとね、マイクはそんな高いやつじゃなくて2000円のマイクだけど、オーディオインターフェースがいいんですよ。僕の放送は。機材結構こだわってるんで、声は聞き取りやすいと思う。ありがとうございます。昨日からプロ名乗ってます。どうも。プロ配信者です。配信で飯食って言ってます。みんなよろしく。みんなが風船とか花火とかバーガーとかハートとかいっぱい投げてくれてるから、これで食っていけるようになりましたよ。自信を持ってね、プロとして放送をお届けすることができますよ、これで。配信で飯食ってますって名乗れるのはね、嬉しいよね。配信でずっと飯食っていきたかったから。のんちゃんとコラボしたい？のんちゃんのコラボしたいってのんちゃんと話してみたいだって、女の子が、ミンミンが。やだそっか。和道さん、ドンキホーテ行くから、また帰ってきたら来るね。ああ、行ってらっしゃい。また来てね。
ありがとう。48名、38名さんいらっしゃい。楽しんでってください。まったりやっていきましょう。こんばんは、ナタリーいらっしゃい。ナタリーも結構古いリスナーじゃないっけ。ニコ生も結構見ててくれたよね。ナタリー結構古いリスナーな気がすんな。ナタリーもうどれくらいになる？俺の放送を見て。結構長いよね。結構長い気がすんな。ニコ生見たことないっけ？ふわっちから？あ、そっか。なんかニコ生のコテハンでナタリーって言ったような気がするんだけど。勘違いか、俺の。すまんすまん。相変わらず半袖？なんかね、服を着んの嫌なんだよね、部屋の中で。おー、ゆきんこありがとう。YouTube チャンネル登録。YouTube も力入れてるから、頑張ってやってくんで。あ、ぜひぜひ YouTube も登録してください。ありがとう。すげえ嬉しいわ。ありがとう。おう、ジャックのパーカー脱いだの。脱いだ脱いだ。暑いの嫌いなんだよ。暑いのも寒いのも嫌いで。半袖が好きなんだよね、昔から。あれ、俺メガネどこやったんだろう。モンタンそっち側にメガネある？撮ってもらえると嬉しいかも。バッティングセンターの神回だよね。あ、ギアスいらっしゃい。 ありがとう、のんたん。 Thank you。 バッティングセンターのあれ動画残ってんのかな、まだ、うん、バッティングセンター面白かったよね。時間あるときに YouTube 見えながら家事しますね。ありがとうね。YouTube にもコメント書いてくれると嬉しいわ。暇な時でいいから。コメントをね、一言、なんか感想とか書いてもらえると嬉しいです。お、デイリーランキング入った。マイページ見てみようか。今運営からお知らせ来たよ。デイリーランキング6位やった！デイリーランキング6位です。ありがとうございます。いいね、いいね。マジか、6位か。結構すごいんじゃないの、6位は。いい感じだわ。ねえ。いい感じだね。何、やりーって。やりーだよね、うん。やったー。デイリーランキング6位。激アツだよ。ありがとう。ありがとう。おい、小谷さんはどつ。楽しんでて。珍しくコラボ枠です。上がりたい人ぜひ上がってきてください。着々と大手への階段登っていってるな。じわじわ着々と。いや嬉しいわ。 YouTube 名前違うけどコメント書かせてもらいます。うん、なんか一言でいいかね。おい、エリちゃん花火ありがとう。本日一発目です。ありがとう、エリちゃん。よし。あ、でも筋肉痛まだ残ってるわ。おはよう、マヤ。こんばんは。ありがとう、ゆりちゃん。エリちゃん、ありがとう。いや、デイリー6位、でかいね。デイリー6位、でかいわ。いや、嬉しいわ。コツコツね、やっぱ積み上げていかないとね、実績をね。
こんばんは、梅屋敷さん。おー、どうもどうも。梅屋敷さんいらっしゃい。ハートありがとうございます。初見なのに、すいません。いきなりハートをいただいて。ワードです。面白かったらでいいんでフォローしていってください。あれ？あれだよね。闇将軍のところからだよね。梅屋敷さん。楽しんでいってください。クリスマスは、鮫島さんのお宅に彼女とお邪魔する予定。鮫島さんが、なんだっけ、嘘、初見じゃない？え、俺、サムネとコテハン結構覚える方だぜ。多分、初見だと思うけど。サムネ変えた？クリスマスは、だから鮫島さんの家にいると思う。朝早いのに来たばっかですが、また来ますね。うん、ゆきんこありがとう。また来て。おい、ナウシカいらっしゃい。はい。レミリンいらっしゃい、ワドツ。43名さんいらっしゃい。楽しんでて。コラボ枠だね。上がりたい人、全然上がってきてください。雑談しましょう。とっくにフォローしてる？マジ悪いわ、梅屋敷。申し訳ない。すまんすまん。それは申し訳なかったわ。それは申し訳ないことをした。あー、結局1位、丸亀の竹本か。惜しいね。板ババア2位になっちゃったね。1万円取りこぼしたんだ。もったいねえな。1万円結構でかいからね。何の話？いや、別に何でもとつまつだから何でもやろうか、何でも話そうかなと思ってるね。話したいこと。フリートークで全然。ゲストの僕が、ホスト。ゲストじゃないや。ホストの僕がゲストをもてなしますよ。大丈夫だよ、俺。もうフリートーク長いから。回してあげるよ、全然。そこは和道だよ。僕のトークスキルで、なんとかカバーしますよ。腹切り万歳って YouTuber にはハマってしまった。知ってますか？知らないわ。てか YouTuber あんまり見ないかな俺。瀬戸康史ぐらい。あ、ご飯食べてんだ。いいじゃんいいじゃん。俺は今日の飯はビッグマックだったね。ビッグマックと三角チョコパイが2つある今。後でおやつで食べようかなと。47名さんいらっしゃい。楽しんでて。初見です。文章さん元気にしてますか？タマさんいらっしゃい。コメントありがとう。面白かったらフォローしてください。文章元気だよ。元気元気。釈迦は元気だよ、うん。もう3歳になったね。すくすくと育ってますよ。寝起きドッキリとかやばい。スタンガンで起こすとか。もうテレビの焼き回しじゃん。面白いか？俺あんまそういうの笑えないんだよな。なんか、結構、なんだろう、俺は、ドキュメンタリーとか、討論とか、あと政治系とか、そっち系のばっかり見ちゃってる。ドキュメンタリーが多いかな。おでん美味しいよね。あと、まあ、笑い見ても、島田紳助とか松本人志とかそっちばっかりかな、お笑いは。結構、語り系が好きなんだよね。島田紳助は特に面白いね。最高だよ。島田紳助復活しないかな。新しいフォロワーさん、タマさんフォローありがとう。あれバグってんな。日曜やってるノンフィクション毎週見てる。あ、そうなんだ。ノンフィクションあんまり見ないな。なんかバグってんな。
おお、中野さんいらっしゃい。ありがとう、パフェ。中野さん、パフェありがとうございます。髪切ってないよ。もう切ったの結構2週間ぐらい前。3週間。1、2週間前だね。キタキタさんフォローありがとうございます。ディズニーランド今度行くよ。っていうか、ディズニーランド、俺、親父がディズニーランド、俺と、お袋と親父、ディズニーランドの職員だもん。だから、親父とお袋が出会ったのは、職場結婚だから。ディズニーランド好きっていうか、もう、子供の頃からずーっと行ってるよ。庭みたいなもんだよ。年2、3回行ってるから。チケットがタダなんだよ。タダだったり、割安で買えるから。ディズニー、よく行けますよ、僕は。中野ちゃんフォローありがとう。ハイカラ。まあ、ほら、今ではさ、上場企業ですごいでかい会社になったけど、ディズニーランドってもう、10名さんいらっしゃい。なんか、画面が止まってサーバーダウンしたわ。外れサーバー引いたみたいだわ。うるるこんばんは。なんだろう、サーバーが落ちたね。はい、ワドツ。サーバーが落ちました。すいません。帰ってきました。ワドツでーす。なんでサーバー落ちたんだろう。サーバーが落ちた。多分ね、重たかったんだと思います。急になんか画面が固まってフリーズして、ふわっち自体のサイトがバツンと落ちた。サーバーダウンス。だから今大手が多すぎるんだよ。金映え、鮫島、アイラ、のぞみ、TJ、竹本、パルパルとか。ランハゲとかさ、すごいいっぱい大手が集まってきちゃってるから、多分サーバー、弱いサーバー引いたんだと思う。サバ落ちです。なんか俺だけみたいだね。でもサーバー落ちたの。中野ちゃん花火ありがとう。ありがとうございます。嬉しいなぁ。ありがとう、中野さん。ふわっち重たいね。いや、大手が多すぎるんだよ。アクセスが集中してるんでしょ。ありがとう、中野ちゃん。虚弱ですね。有名ですからね。ふわっちはサーバーだけが弱いっていうのが。弱点だっていうのは結構有名な話ですね。まあでもベンチャーだからしょうがないよな。金かけらんないんだろうな、まだそういうところに、うん、お金かけらんないんですよ。あ、竹本もなんか落ちたっぽいな。竹本が上がってきた、でももうだいぶ儲かってきてるはずだから、そろそろサーバーね、アップグレードしてほしいよね。あ、のんたん、今日もう寝ちゃう？いや、あのさ、パソコンでさ、ホームページ作りたいから、パソコン取りに行けないかなと思って。寝ちゃう？いや、俺も一緒に行くよ。漫画運ぼうよ。いいよ、別に汚くても。うん。え？ダンボールはないかな。ビニール袋とかでいいんじゃない？あ、無理か、漫画は。ダンボールどっかで手に入るかな。
今日人の集まり悪いね。なんだろう、いつも50人切らないんだけどな。100人、100、200人とか安定してるのに今日なんかすげえ人集まり悪い。なんだろう、土曜日日曜日人の集まりほんと悪いんだよな。結構まめに放送やってんだけどね。なんかさ、昔だったらさ、土曜日日曜日ってゴールデンタイムでさ、人がすごい集まる感じだったの、生放送が。でも最近ね、人の集まり悪い、土日。リア充が増えてんのかな。リスナー自体がね、目減りしてる気がする。それ全体的に。風船プレゼントありがとう、ゆっちゃん。あざーす。朝早いので聞きながら眠ります。頑張ってね。秘密の国さんありがとう。ゆっちゃん、風船ありがとう。いいよ、寝ながらでいいよ、全然。なんでこんな人の集まり悪いんだろう、今日。え？ああ、分散してんのか。逆か。配信者が多いのか。ああ、なるほど。それはあるな、多分。それかもしくは、なんかキャスかなんかで、なんかコラボ、大型コラボとかやってんのかな。あ、ごめん。ヘッドホンつけてるから声聞こえない。何？あ、そう。あ、じゃあ配信者が多いんだね。リスナーが分散してるんだ。まったりやってっか。今日土曜日だよね。あれ、今日もう明けて日曜日か。のんたん無事じゃないね。無事ではないけど、なんかね、切ったんじゃなくて刺したっぽいね。聞いたら。通りすがりのコアラさんいらっしゃい。楽しんでて。アイテムありがとうね。匿名伯爵さん。ていうか、まだハロウィンのアイテム残ってる人いるんだ。ハロウィンのキャンディーとか、まだ残ってんだね。それ早く使わないとダメなやつじゃなかったっけ。まだ残ってるんだ。あ、ポイントにならないんだ。え？うん。うん。ボーナスポイントでしょ？あー、じゃあ普通のアイテムもポイント入るんだ。おー。ねえ、ハロウィン懐かしいよね。匿名でコメントするのに期間限定アイテム温存してる。あ、何？あの、期間限定アイテムじゃない、匿名で投げらんないの？確か花火とか風船とかも匿名で投げられた気がするけど。違うのかな？俺の勘違い、それ。確か普通のやつでもアイテム投げられた気がするけど。どうなんだろう。そっかそっか、そういう使い方もあるのか。匿名でコメントしたいときはアイテムを使うっていうね。なかなか高度な技だよね。それは面白いわ。ニコ生と逆なんだね。花火の、花火コメントのたびに投げられるほどリッチじゃないです。プロだね。プロってるね。一回のコメントにお金をかけるっていう。その発想がすごいよね。プロってるわ。なんかイラストレーターの使い方大体分かってきたんだけど、フォトショップも極めたいなとか思って。昨日なんかあの、ウェブ系の技術系の本、いろいろ読み漁ってたんだけど、そしたらフォトショップのレイアウトの本があって、なんかフォトショップ結構遊べるなとか思って。フォトショップも極めたいっすね、最近は。
他のリスナーしてたからあんまりコメントとかアイテム違う配信者に投げづらい。それはあるよね。なんかやっぱりね、嫉妬の世界だからね、配信も。何が一番わかりやすい？何が？何の話？何がだろう？何が何が一番わかりやすいんだろう？初見さんいら、おー、サータンいらっしゃい。どうもどうも。いつも勉強してます。先生どうも。いらっしゃい。楽しんでってください。ワドです。よろしくお願いします。フォトショップ関係の本、いや、あのね、本は別に、なんつうの、俺、な出版社とか本のタイトルで決めるわけじゃなくて、書いてる内容を必ず見る。本屋さんで。バーって見て。で、自分に合ってるかどうかだけ、自分が覚えたい技術かどうかだけ、中身見てから買うか買わないか決めてるね。うん。サータン面白いよね。なんか風俗の講師の人で、今34歳なのかな？で、なんかこう、手こきとか、どうやって、お客さんを生かさないようにじらすかとか、なんかそういう高度なテクニックの話してて、風俗業界の。あれはすげえ勉強になるね。新しいジャンルだなと思って。すげえ面白いよ。仕事中なのであんまり入れませんが、それまでいさせていただきます。待機中なんだ今。そうだよね、この時間営業時間だもんね。楽しんでってください。どうもどうも。ウケるわ。仕事中にふわっち見てるとかもうこってこての配信者だよね。でもなんかいろんな業界のプロがさ、なんかその業界のノウハウとか教えてくれるっていうのは放送の面白いところだよね。そう、なんかお客さんを生かさないようにいかにじらすかっていう話と、あとなんかお尻の穴でなんか塩を吹くことができるんだって、男の人でも。で、サータンっていう人は10人中2人塩吹かせることができるけど、それじゃあまだまだ技術不足みたいなことで悩んでて、やっぱり2人に1人は男の人でも塩吹かせたいっていう話をしてて、もうハイレベルな話すぎてもうついていけなかったけど、面白かったね。ああ、なんかプロなんだなとか思って。なんだっけな、そのなんか板振り系っていうの、なんかわかんないんだけど、 MO 系、そういう系のお店でもう長年働いてんだって。吹きに行く、すごい綺麗な人だよサータン。フォローして見に行ってよ。今送迎の中の女の子と和道さんが見してる。見てる？見てる？あざーす。お店どこなんだろうね。僕新宿住みなんですよ。でもなんか関西弁だったから関西の方のお店っぽいよね。都内じゃないっぽいけど。私も見てた。男の子はチンチンは5回ぐらい塩吹くらしいね。ねえ、黒さん。見てた？すごいよね。勉強になるよね。てか、男の人でも塩吹くんだと思って。もう塩なんか吹いたことないから。でもなんか前立腺って気持ちいいらしいよね。スクショいただきました。あざーす。あざーす。もうね、昔はさ、生放送をやる人なんかさ、一部のオタクだけだったじゃん。見る人も一部のオタクだけだったけど、だんだんね、スマートフォンでツイキャスで配信っていうのが広まったから、だんだん、その当たり前になってきたよね。一般の人でも、いろんなジャンルの人でも、放送を見るようになってるから面白い。いや、店のパソコンに貼り付けないでください。そんなに生かされたらおかしくなりそう。おかしくなってみたいよね。うん、おかしくなってみたいよね。博多の塩、うん、あれは何、おしっことは違うのかな。なんか女の子を塩吹かせることは何回かやったことあるから分かるんだけど、女の子はなんか膀胱炎になるとか、おしっこがなんかこうその緩くなるからやめてっていう人が多いんだよ。ひしょとか。のんたんいらっしゃい。のんたん買えないの？ももこのままなの？のんたんにしないの？よいしょ。おしっこなのかな、やっぱり。男の人のお尻の塩は気になる。それって、あ、違う、おしっこが出るんだよ。要は、ペニスから出るの。うん、前立腺を刺激して、お尻の穴から出るわけじゃないよ。うん、
潮吹きって、キモい、やめてやめて放送、あのあれだから保健体育の授業だから、保健体育、今日あれだな、リスナーほんと少ねえな、タイミング間違えたかな、昼間にやっとけばよかったな。白い液体、おしっこ、黄色い液体、ゼリー状、透明液、これで5段階種類があるんだ。前立腺っていうのは女の人の G スポットで、発生学的に男の人は肛門の上にあるんだよ。あのもともと人間の体って女の人がベースになってんの。だからあの男の人の玉の裏に筋が入ってるでしょ。あれは要は閉じてるけど、もともと女の人の体をベースに男っていうのが設計されてるからなんだよ。初見さんいらっしゃい、お塩梅昆布茶いらっしゃい、楽しんでってください、面白かったらフォローしてね。そうだから体のベースは女の人なんだよ。だからあの G スポット男の人にもあるんだよ、意外とね知られてないけど、五反田とかそういう店だよね。今度試してみようかな。でもあのね、腸内洗浄とか、要は干潮しで腸内をきれいにしたりとか、なんかメンテナンスが大変みたいよ、やっぱプロは。わかんないけどやったことないから。新しいフォロワーさん紹介します、梅昆布茶さん、フォローありがとう。梅昆布茶か梅昆布茶じゃないんだ。いつもどんな配信なんですか。どんな配信だろうな、雑談と、雑談がね7割、外配信が3割ぐらいで、でまあ僕自身がなんか宗教とかビジネスとかサブカルチャーとかが好きなんで、結構オタクっぽい話してますね、凝った話、自己啓発とか。宗教大嫌いなんだけど、そう、宗教にやたら詳しいですよ僕。だから宗教の教義とかを話したりとか、あとまあサブカルとかそんな感じですね。バガありがとう、小田井さん、バガありがとうございます。あとはまあ来年から旅配信をやろうと思ってるんで、旅に出ようと思ってますね。新しいフォロワーさん、ムクさん、フォローありがとうございます。サータンかっこよすぎて足元から入れ墨入ってます。へえ、俺もね 2,3 回ちょろっと見ただけだからあんまり詳しくわかんないんだけど、すげえ面白かったね前回の放送は。あ、ハートありがとうね、梅子文茶ありがとう、ハートありがとう。ポカリうめえ、ポカリうまいよね、ポカリスエットって。なんでこんなに美味しいのに海外で売れないかっていうと、スウェットって入ってるじゃん、スウェットって汗って意味なの。だからなんかの動物の汗を飲んでるみたいな気がして、あんまり気分がよろしくないらしい。だからこの商品名だと売れないんだって、海外、ポカリスウェット。結構アメリカ人とかギョッとする名前なんだって。俺はね酒やめたんですよ、一滴も飲まないですね、もうやめてから2ヶ月ぐらい経つかな、もう一切飲まないです。この前の職場の懇親会でも飲まなかったからね、なんかもうお酒飲むの無駄だなと思って、お酒はもうやめました僕は。
家でも飲まないし、ましてや外でも絶対飲まないね。昨日はまあ飲んでも、祝い事だから飲んでもいいかなと思ったけど、なんかお酒飲むメリットってあんまなくない？お酒を飲むメリットが一つもないと思って。うん。黒さんが入ってるって意味では、私は、あ、え？入ってないんだ。どういうことだろう。あ、そういうことか。私毎日酔っ払い？そっか。今日あと9分で終わりにするわ。一旦放送終わりにします。なんか、配信者少なくなってからまた枠開くわ。今日人の集まり悪いから、やめとく。背中一面入れてんの？すげえな。マジか。タバコ吸うメリットは、タバコ吸ってたら美味しいからだね。タバコ吸うのは美味しいと思うの。だけど、酒って美味しくないじゃん。だから、で、値段が高いでしょ？美味しくないでしょ？頭痛くなるでしょ？理性を失うでしょ？なんか、いいことが一つもないなと思って。これは酒やめちゃったね。本当に、なんか、酔っ払わないしさ。うん。なんか、ね、粗相することもあるだろうし、酔っ払ったら。なんか、いいことが一つもないんだよね。タバコはほら、美味しいし、意識がシャキッとするし。トークははかどるし、いいことだらけなんだけど、なんだろうね、なんかあんまりお酒が合わないんだよね。だからお酒美味しそうに飲む人いると羨ましいけどね、うん、腕クーブで入れた、あと足だけ。おー、俺もタトゥー入れようかな。タトゥーってどうなの実際。なんか入れない方がいいよってみんな言うじゃん、入れてる人って。温泉とか行けなくなるしって。俺はだからタバコ、レントゲン取れないの？マジで？あ、知らなかったわ。MRI とレントゲン取れないんだ。マジで？なにそれ、火傷しちゃうとかそういうこと？あ、そうなんだ。MRI 取れないんだ。知らなかったわ。知らんかった。やめた方がいいってみんな言うよね。でもほら、バンドやってたからさ、やっぱ憧れはあったんだよね。今の炭なら取れる。ほう、今の炭は取れるんだって。なんだろう、その、使ってる液体が違うのかな、炭の。え？昔は？あ、そうだったんだ。知らなかったわ。金属が入ってたんだ。のんたん詳しいよね、そういうの。のんたんタトゥー入れないの？入れない。私的にはトライバルとか後悔するか、和彫りの方がいい。みんな言うよね。俺トライバルが好きなんだよ。なんでさ、和彫り、まあ、あんま柄的に好きじゃないんだよな。かっこいいと思うんだよ。和彫りでブワーって入ってたら。だけど、俺はトライバルとかが好きなんだけど、なんでトライバルみんなやめとけって言うんだろう。日本人には合わないのかな。なんか、世界的にタトゥーの評価高いの、和彫りなんでしょ？芸術的なんでしょ？すごい。なんでみんなトライバルやめろっていうのかがわかんないんだよね。かっこいいじゃん、普通に。トライバル。え？え？飽きるの？和彫りは飽きないのかね。和彫りはいかつくなるからおすすめしません。なんか、うなちゃんマンのほら、三社祭に行ったじゃん。そしたら女の人が全身和彫りで、でなんか、みこしかついてる人がいて、めちゃめちゃかっこよかったんだよね。うん。それはかっこいいなと思ったけど、でもなんか男の人の和彫りはあんまグッとこないんだよな、俺。なんでなんだろう。どちらかっていうと俺はトライバル入れたい。あとは、だから、昔考えてたのは、ニコ生にどっぷりハマってた時、ここに、ニコニコ生放送バンって。だから、今で言うと、ふわっちってタトゥー彫ったらかっこいいかな。もう、配信者、鏡。配信者の鏡で、ふわっちってロゴをここにバーンって入れる。トラコズで両腕入れた。トラと竜か。まあ、タトゥーの世界も奥が深いよな。
色入れないでカラス彫りしたらまだいい。あー全然わかんないわ。カラス彫り、カラスなんとかわかんない。ダサい？え、逆にかっこよくない？もうダサいをなんか2周通り越して逆にかっこいいなみたいになんない？こうバッて脱いだらふわっちって海辺とかで背中にふわっち。日光もダメなの？逆にね、もう配信者として生きていくっていう決意の表れだよね、それは。ふわっちのロゴとかニコ生のロゴとか結構面白いと思うんだけどな。なんか2チャンネルとかヤフーニュースとかに載りそうだけどね。墨でぼかす感じで入れる感じの、あーはい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 、淡く入れるやつだ。あーはいはい、要は筋彫りの後にやるやつだ。筋彫りがあって要は白黒のレイアウトみたいになるやつだ。その後に色入れるんだもんね。私カラスで入れました。カラス彫りは色なしみたいな、はいはいはい、モノトーンみたいなね。なるほどなるほど。でもすごいお金かかるんでしょ。3点セットで墨入れる。はい、みんな3点よろしく。墨入れてってなーって。それ面白いね。和道って言うんでしょ、和道って。でもまあ配信で食えるようになったら別に入れても構わないのかなと思うけど、温泉好きだからな俺な。温泉入れなくなるのはちょっと痛手だよな。ハートプレゼントありがとう、風鈴さん、ありがとう。なるほどね、タトゥーにもいろいろなあれがあるんだな。風船ありがとう、風船ありがとう。あざ、風船ありがとう。みんな針持ってリア凸で1本ずつ入れてもらったら。あ、リスナーに入れてもらうみたいなね。あ、ここ一発入れてって、チクチクって。それ面白いね、みんなで作る入れ墨ね。結婚したら胸元に家紋入れる予定で開けてる。おー、極道だね。極妻の世界だね。ちなみにどんな家紋になりそうなの？俺銭湯とか、銭湯入れなくなった、入れなくなった、なんか衛生面が、あー潔癖なのかな。俺全然その辺は大丈夫だな。ん？何？え、肝炎って映んの？お風呂で。おう。あれだよね、あの、羽衣湯ってそこにあるじゃん。そういうところは OK なんだよね。区とかがやってるところは。だって羽衣湯、そこあるじゃん、銭湯。飲んだ？そこいっぱいいるよ。もう墨だらけだよ、みんな。どうなんだろうね、公共事業がやってるのは差別できないから墨 OK なのかなとか思ってて。ああ、そっかそっか。なんか、たまたまグレーゾーンなだけなのか、あそこが。おー。水虫うつるのとかやだね。あ、でも俺、これマジの話なんだけど、性病をうつされたことあるよ。性病になって、なんでってなって、超揉めたの。性病になって、なんでなんでってなったら、俺知らないおっさんの性病を銭湯でもらって、性病になったことあるよ、マジで。俺のね、家紋は島漬けだから、丸二十の字っていう珍しい家紋なんですよ。え？なんだっけな、なんか忘れた。でももう治ったけど、病院通って。半年ぐらい治んなかったもん。え？え、何？あ、治ったよ。行った行った。3回ぐらい行ったもん。で、完治しましたって言われて。もうだって何年前だよ。うん。和道の家紋は丸に十の字だよ。丸に十の字。要は丸い輪っかがあって、もう、こう縦横って入ってる。うん。おい、アムフリーマンいらっしゃい。うん。じゃあ皆さんお疲れ様でした。200名のリスナーさんありがとうございました。また見に来てください。多分ね、今日ね、また夜中に放送をやると思います。大手配信者がいなくなった頃に現れると思うんで、また見に来てください。最後に、今日フォローしてくれたリスナーさん紹介します。むくちゃん、梅昆布ちゃん、
中野ちゃん、きたきたさん、愛さん、ともかずさん、フォローありがとうございました。うん。じゃあ皆さんありがとうございました。うん。いや、コラボね、来なかった結局。お疲れー。サタンありがとうね。またね。お疲れー。こだよ、お疲れー。ありがとう。彼女も復活したよ。彼女元気だよ。うん。彼女仲直りしたよ。お疲れー。お疲れ様、うさぎ先輩。ムクお疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。